今日何しとった今日。バイト。夜の12時から9時半まで。疲れてます結構。で今時間が12時です。最近こういう生活ばっかりしてる。何の体的に。いや全然だけど。こいつ寝とったもん。マジで。さすがにと。じゃあ今からポーカーしましょう。はい、とりあえずね。そうやっぱお前ノリいいとこ好きだよ。どこの手でこっちやるそれ。Vlog？ ポーカーしてみた。Vlog 始めた。確かにね、今まで結構ポーカーの動画上げてほしいっていうコメントも多かったからね。なんで理解したの？そういうお前のノリいいとこ好きだよ。はい、この勝負溝が勝ちました。もうフロップでストレート引いてます彼。マジキモいね。でここチェックしたあいつ。嘘が。とりあえず今もう時間やばいやん。知らんけど知らんくないよ。やばいよ。いやまだ寝かせようお前。無理やで。でお前今日何もしてねえじゃん。したよパチンコ。今拳が出かけたわ今。殴れ殴れ殴れ。うそいな、体感なっちゃうよ。だからさ、今の時間なんかさ、釣れるの？おサメかな。サメ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 。あ、でも震えてないからこれだわ。あー、小判サメね。雑魚じゃん。見て小林、見通しやつがある。こっち？ちげえよ、見ろ。でもおー大丈夫か、この時間にどうもにやってお前。なんで？10時の予習したの、私。ちょっとやばいよ、みぞ今のこの価格。なんかほんと親お腹すとるニートにしか見えん。マジで、え、マジでただのニートじゃん。え、もう2時だよ。寝るよ、今から。さすがに眠たすぎるもん今。起きろん。起きろ。あれ寝よっか、今度の一緒に寝よっか。やだ。お、いいね、それやろう。じゃんけんかと壊れちゃうし。じゃんけん、ほい。やだ。ねえ、ねえ、やめてどいて。ねえ、寝れんや。寝させてや。あれっちゃ、その格好興奮してもらって。ちぇ。やべ、ちょっとだけ硬くなってきたね。来んなよ、お前。絶対来絶対行くんだって。ね、なやめて。やだやだやだ、キモい。今だから何の動画これ。キャー。やるやつや。やるやつやんこれ。お前キモ。起きろ。ん？あ、眩しい眩しい。今から出かけないか。今から。だからユニバに行こう。え、本当？本当？キュンも。水を起きて。今からユニバ行くことにした。待って。今からユニバ行くよ。誰だこいつ、脳みそがガチの人ぐらい。おい、寝起きすぎんだろお前顔。私当たり前や、今起きて3秒だぞまだ。ユニバ行く今から。あれやばいってこれ、もういかん雰囲気になってるやん。実際さ、みぞじゃ行くか行かないか判断して今。行くわけないよ。あ、素直じゃないこの服。あ、これがリアルな結果よ。あ、本当にダメだ。お水起きないみたいなんで、もう二人で行こっか。え？本当に置いてくの？え？もうあいつずっと寝てたぞ。今リリー起こせばいいんだよ。いや、もうあいつ置いて、この二人で行こう。え、本当に？運転しろ。いいよ、分かった。いやマリオ行こうね、マリオ行こうね、マリオ。マリオ行こうね。とりあえず早く化粧してくださいよ。はい。化粧もして完璧ですね。はい、もちろん。もうすぐ着くらしいですわ。ちなみにね、ちなみにいい時間あと6分。あーおーねん、お前なんでおんねん。俺いかん、俺いかんって言っとったな。あと6分です。107キロ先ユニバーサルスタジオジャパン入り口突入。やばいやばいやばい。しかもお前運転してくれてありがとうね。い
今日もう3時間ぐらい運転させてるわ。一番行きたくなそうだった貴様に。なんか勝手に体が動いてた。ある、勝手にね。入りました、ユニバーサルスタジオカフェ。いやー来ましたね、1年ぶり。じゃあ今からさ、カチューシャ買いに行こう。いいよ。いや、でもカチューシャ絶対買わんわ。え、なんで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 。もったいない、金がもったいない。あ、やば。え、ちなみに俺もカチューシャ代節約するためにこれ去年のやつ覚えてます。皆さんすっごい面白いでしょこれ。赤抜けたから、マジイキリ大学生にしか見えん。大丈夫大丈夫。集団で買って、ちょおもろくねこれ、おもろくねって言って買ったら超滑ってる中、後から恥ずかしくなってちょっと飛ぶやつ。とりあえず行ってきて。ちょっと待っとくわ。あ、行こうよ。バイバーイ。バイバイ。お前ら帰ってきたか、やっと。買いましたよ、いろいろ。いや、ハルチいいね。買ってきました。お前何これ、いるお前これ。おとり役ね、おとり役。ほら、おとり役の練習しとる。今度すぐ来る。マジもったいねえ、お前ら買うの。これ、ハンナしたの3秒ぐらい。マジで早かった。お、これ銀色かっこいいやん、だって。すぐ買っとった。もったいな。いや、お前見せろよ。いいか。いや、ちょっとこれ本当にごめん、本当に一番言いにくいわ。お前とてつもなくダサいもん。じゃマジやばいやばいやばいからね。これ買った時に店員さんに、今日暑いんでトドルクの氷で冷やしてくださいねって言われて、何とるか分からなかったから。ありがとうございます。なんで感謝したの。なんていう意味か分からなかった。ありがとうございます、ありがとうございます。一番まずい。わ、滑ったみたいってるやん、店員が。相場は任せてくださる。でもこれがね、これ結構やばいんだよね。これが本当にまずい。カイト、いい今来たがってるんじゃない。今日風でこんかったけど、カイトってことね。あ、いいね。それじゃあ楽しんで行くよ。ちょ、何すればいいの。何する。お腹減った。ちょっとご飯食べん。最近何も知らんけど、まだなんか4時からマリオのなんか予約したやん。整理券ね、とかね。ちょっと待って、ダサいかもしれん、これが。こんなんでマリオ入りたくねえよ、俺。ご飯食べたいな。飯ね、うん、何がおすすめ。あ、ここにしよう、ご飯バーガーあるよ。ハンバーガー、あ、ここでいいやん。じゃあハンバーガー食べに行きましょう。はい、疲れたんで先にご飯食べてきました。いや、何もしねえよ。これです。これです。これを食べていきたいと思います。とりあえずちょっと寝ようかな。僕オールしてるんですよ。すごい眠すぎるんですよ。寝る時間もないってね。一瞬で現実と夢の狭間にいて、全然食欲より睡眠欲の方があります。で、君を見てると性欲が出ます。今すぐ恐竜のとこ行ってくれん。いやもうマーキングすな、トサカスリスリすんな。建築系よ、ダブリついてみて。うわあ、とあと何秒ぐらいいるこれ。5分。どうしたコバ。え、何しとんの。デブ、ほら。え、何これ。わからんって。何、春が来た。こんなんで俺歩いとったのはずいじゃん。もっとはずいとかあれでいいって、そんなの。じゃあ次ミニオンのとこ行こうか。行こうか。ミニオン結構絶叫らしいぞ。よっしゃ、レッツゴー。いざ、はぁ。ミニオンのアトラクションのとこに着きました。これ70分待ちだから、とりあえずずっと待っていきましょう。ブルーさんのお家行こうか。レッツゴー。よかったね。よかった、感動したわ。鶴瓶師匠、あいつ、あいつブルーさんね。ブルーさんちゃんとね、あれ感動したわ。感動した。忘れるわけないやろ。どうやわしのアフレコは。鶴瓶師匠や。あれ感動したね。感動したし涙してそうだった。ちなみにさ、君たちさ、眠くないの。ちょっと眠たい。俺は全然だよ。気持ち悪くなったもん。わしも目覚めたわ。でもあれがちょっと今暑いから冷たいものとか食べたい。アイスとか。こんなもん買ったら映画や。とりあえず移動しようか。移動しまーす。ただーサラービール買いました。じゃあ恒例のあれやってよ、とりあえず。おひげさん。うん。え、これちょっとエロいんだけど。大丈夫か。じゃあその状態でここに行ってくれん。キモッ。ちょ、マジ座ってくれ。じゃあどうぞ。あ、うまいな。おひげつけハロー、アスンタさん。はい、リン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 。僕のせいせい。いいし、やめとこう。これはダメだ。これダメ。え、ここにつけたらどうなる。それつけたら口腔がつかんくなる。お前活動限界じゃん。もう無理すんなって、さっき元気とか言い出して。本当は辛かったんじゃん。俺が無理やり連れ出したもんな。てかさ、なんで俺が運転したの。じゃあ次行こうか。
行くぞバカだもん。あれ一旦車で寝よっか。さあ行こう、さあ行こう、いいよ。ねえねえねえ、くまちゃんハルト、これ欲しい。いいよ。やったET かサメかサリグラ。もし今も行けるんじゃない、ワンちゃん告白したら。こっちで、やったー、くまちゃんありがとう。いや、好きです。ごめんなさい。いやー、ごめんなさい。こいつを渡せよ、渡せよ。ダメだ、お前。もう一回それを踏まえた上で聞いてあげて。ちょっと前から好きでした、好きです、付き合ってください。ごめんなさい。もう一回チャーリーブラウン見せてくれ。いやこれ絶対小林の方が可愛いじゃん。いや絶対チャーリーブラウンの方が可愛いでしょ。こんなぶつ上げ何がいいの。いやもうハルチ、小林のことはこれでちょっとは好きになったでしょ。いやだっておかしいからね、俺1500円払って倒してあげるって何をしてんの。缶バッジすらもらってないから小林は。普通にやっとることは今小林めっちゃイケメンだからね。いややばいよね、確かにやっとること。これみんな方向転換でハルチわがまま女じゃなくて小林イケメンで終わろうあったかな。任天堂ワールド、そう、はい、ちょうど来たわ。ババーン、ババーン。おお、ちょっと俺初めてです。もうここであれね、マリオっていう世界一有名のおっさんに会いに行きます。俺は正直ここに来たくて誘ったまである。俺来たことないの。じゃあもう小林、これが楽しみの絶頂だね今日が。正直マジでそう今って蹴ったことない。もう見やすい、ちょっといいか、ちょっといいか、はい、人多いわ、やばいよマジで。名古屋ぐらい人口密度あるで、ここ。ちょっと怖い、その言葉。とりあえず入ってみますか。入ってみます、はい。なんか見えてきたね。見えてきた。見てこの上のさ、1の1ステージの1の3、1の3か。ちょっと待って、メガネするわ、さすがに。シャキン、わあ。どう、ただこれ入り口じゃないか、入り口か。こんな感じのステージをお前がおっさん操作して何回も命を落とさせて一回やらしてクリアした道だよこれが。いや何回も殺したね。クリボンに突っ込んだこともあるし。土管入るよこれ。おお、上って上って上って上。見てほしい、すごくねこれ。すごい、すごい、すごい。あそこの再現すごい。じゃあとりあえずそれ見るか一緒に。うわ、近くで見るとこんな感じや。これやばいね、これやばい。マリオたちがいます、下に今。うわキモいね、キモい。お前ダメだって。どうこれ見て、うわ動いてる動いてる動いてる、ちゃんと動いてる。お前一番興奮しとるやろ今日。これ来てよかったっすね。でこれを乗るんよね今から。何があんの、何があんの。マリオカートをします。うわマリオカートめっちゃ言ってたよ。そう子供の頃やってたマリオカートを実際に乗るらしい。え何を連れてこられた俺ら側がプレゼンしとんの。マリオカートに乗ります。でマリオカート操縦します。えこうならん、こうなるやん。まあちょっとなる、バナナ踏んだらね、なるやつね。うん、視界も真っ黒になったりする。え普通怖いじゃんこの炎天下で。とりあえずやろ、とりあえずやろ、ちょうどいいわ。はーい、これクッパのやつ。クッパ城に来ました。うお、ちなみに2時間待ちです。え120分すごい、並べますか。はい、ポーカーやって並びます。行ってみよう。どうやった小林。いやめっちゃ楽しかった。完成点ある？めっちゃあるよ。何？マリオカートなんかシューティングゲームみたいな感じなんだけど、あのね、本当にしょうもない成績を叩き出してしまった。ハルチと同じ成績を叩き出しちゃった。それ悔しい。ミトそれよりも低かったもんね。120コインだった俺。今日の最高が330コイン。めっちゃすごいなあれ。あれアイテムもあるからみんな一緒なんかな。いや違う知識がする。とりあえずなんかマジでマリオカート要素めっちゃあって楽しかったです。眠さどうすか。眠いよ、取れるわけないやん。睡眠時間もうやばいもんね。うん、時間が結構迫ってきてます。どうします。でもなんかすごいコバちゃんがジェットコースター乗りたいって言って。あ絶叫系全然乗ってないんだよね。そうだよ。いや帰ろう帰ろう帰ろう、バカ野郎か。ほらこっから3時間運転待っとんだぞ。ハリドリに行きます。ハリドリに行きます。バイバーイ、バイバーイ。
フライングダイナソー。時間的にね、なんかちょうど20分待ち、30分待ちですごいすぐ乗れると思ったんで、これ乗って思い切り騒いでハッピーな状態で帰ろうっていう。正直フライングダイナソーめっちゃ怖い。リフトに落ちる瞬間やべえぞ。なんかプテラノドンに乗ってる気分。体感ほぼ真下でしょ。もうほぼ真下。え、だからえこれ行くのってなった。やだ、楽しみだね。じゃあ乗っていきましょう。乗ってくよ、楽しみよ。フライングダイナソー終わりました。終わった。もうね、最初めっちゃ怖がってたやん俺ら。めっちゃ怖かった。だってさ、下向いたらもう飛び降りたら死ぬぐらいの高さが見えるやん。でもめちゃくちゃ楽しかったです。落ちる瞬間めっちゃ怖かったけど、でもそっからずっと気持ちよかった。しかも金玉ヒューヒューないっていうね。そう、金玉ヒューない、あれな、ないジェットコースター。俺マジ大好き。いやマジ気持ちいい、本当にもう G 行為より気持ちよかった本当に。え、今日はまだオンにしてない。してない。じゃあいいんじゃない今日これでシンクって。マジシンク、だってめっちゃ気持ちよかった。え、家帰ってまず何すんのお前。んオナニするんかい。ダメやんこいつも。いや俺もうこれから自分の時間制のことをフライングダイナソーって呼ぶわ。いやめっちゃおもろいやめっちゃおもろいやそれ。超楽しかったんだけど、ほんと空飛んどるみたいな。うん、ただ楽しかったこの時間も。もうさすがに終わりや。いやまた来ようね。来ましょうね。絶対行こうね。やっぱねユニバっておもろいわ。無理やり連れてこうさせられても超楽しい。超楽しい。ありがとう。じゃあ、あとはお土産買って、俺がまた運転して帰ります。ありがとう、美徳くん、本当に。ありがとうね。バイバーイ。